あとこれ時のことで言ってお客が入ってやら、お客が文句言われちゃう。なんでいねえんだって。おお、いいね。じゃあこれからたぬぎまたの釣り堀で、ほら見て、このこんな国道のところにあるたぬぎまたの釣り堀でございますよ。ニジマスとイワナが釣れますが、イワナ釣りをしていこうと思います。これさ、どうやって投げるの？巻いて握っ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 て、いい、巻いていい。すげえ、フライフィッシングしちゃってる。え？ついてる？ついてる。わーい。わーい。こんなにあっという間に釣れるんだって。冷める。もっと、もう一匹釣るね。自力でやりたいよ。はい、ピン、ピン。いい、いい、ああ、飛んでる。食ったら合わせる。ちょい、ちょん、ちょん。もう一回、もう一回前にパーン。ねえ、また引っかかった。まっすぐじゃなくて、斜めに振る、こう振る。全然、なんで全然いかないの？こっち。力入れないで、ピッて竿だけ、竿だけ。むずい。うん？うん？あ、食った。うんうん。ちょ、これ画角難しい。もうなんかさ、食ってくれるまで。ああ、かわいい。こんなに。どうですか？餌の方いい。え？餌の方いいか。本当餌の方がもっと早く釣れるの？お、おお。見てる。ああもう今絶対良かったのに。おお。出た。あ、待って、めっちゃ元気。え、これ巻いていい？このまま。いい、いい、いい。ああ、トライ、車椅子 YouTuber トライフィッシングやってるよ。やったー、釣れたー。そう、釣れたぜ。え、何？ここ口じゃない。引っ掛けただけ、これじゃあ。あ、やべやべやべ、あ、ここ持たなきゃない。やだー、やっと釣れました。虫もセットなんだけど。はい、言わない。こっちも頼むぞ。はい、いや、もっと宣伝しようよ。宣伝するとな、タケノコ取り行かないだけだから。え、あ、そう、このタケノコ終わってからだろう。うん、あとこれタケノコ取り行って、お客が入ってやら、いや、お客さんが文句言われちゃう。なんでいねえんだって。家の雨の大雨にさ、雨降りの時な。去年。去年でだねえんだよ。あ、歩いたね。美味しい。うん、おいしい。結構ペコった。まるまる食えんの？まるまる食えるけど、あんまなんか訓練してない人は頭浮かなくてもいいよね。訓練してる人は食べれる。手伸ばせる。はい、熊よけね、猿よけね、猿よけね、はい、カラシでもいいんだけど、手伸ばしてね。うん、伸ばす。ヒューのやつじゃないの？ヒュー持ってくるか。よろしいかしら。はい、
回ってます？うん、いい、うん、猿よけね、猿よけ、手伸ばして、ちょっとねえ、燃える？燃えない、燃えない。この米粒で、うん、あの湿気するようにね、うん、だから層が外すのビラビラならねえように、この米が少し黄色っぽくなってきたらあのいいの、うん、焼き層うめえじゃん、うん、冬じゃなくて青いで、こうやってなんならそれさ、バナナって火にやったらバナナって、あと俺さ来るじゃん爆発するんじゃないの。いいかな、ここいっかちゃんのいつガリ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 、お、めっちゃ卵入ってないかな。今入ってるわけねえよ秋だっけ、秋いっぱい出して。わあ、ワイちゃん、ワイちゃん、ワイちゃん。さっきまでツンツンしてたじゃん、そうちゃん。よいしょ。あ、刺さらない。これ雪袋、お魚の雪袋。雪袋。で、これはこれ。で、これは？川原海関の。え？川原海関。まあ、腹から焼くっていう話のことを言ったでしょ。あ、そういうことね。できたよほら、はい、これイワナだぜの、うん、なんで今さら急だよそん、今まで何を見できてるそんなこと。パパ半分食べていい、暑いよ、暑いって尻尾暑いね、はい、尻尾が尻尾もいいよ、食べていいよ、食べれるよ、頭から食べる、頭大きいと硬いよ。お前2匹くらいねえぞ。じゃ分かってるよ。あ、はい、はい、はい。1匹ほら。まなみちゃん、食べれ。うん。はい。これ、お父さんなの。俺はいい。食べれ。おぉ、いいね。背中の方食べさせる。内臓の方で控えると苦くなっちゃう。あっちよ。Oh, oh, 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 oh,